こんにちは、エブズヘアメイクアップの松本恵理子です。今回はサロンではなく別の場所での撮影をしているのですが、なんと綾瀬駅の近くにあるイタリア食堂チョさんとコラボしています。どうぞ、テレイさんお願いします。よろしくお願いします。はい、今回の企画はイケメン店員さん、テルイさんの3変化をしていきたいと思います。そういう撮影とかっていうのは経験ありますか？撮影はそうですね、はい、ちょっとだけ昔にやったことあるんですけど、はい、ここまでなんかちゃんとしたです、ね、今日はこういろいろなセリフも言っていただくので、エブズヘアメイクアップでいろいろと、研究したものを出していきますので、どうぞ楽しみにしててください。じゃあ今回はヘアメイクの力でイケメン店員さんを可愛い系、かっこいい系、セクシー系の3変化をさせていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。スチーマーをしながら EMS ラジオ波の出る美顔器でお顔を引き締めていきます。オレンジのコンシーラーでヒゲとクマを消していきます。黄色のコンシーラーで赤みを消していきます。薄めのファンデーションを全体に塗り、肌の色味を統一します。眉毛は無駄なところをシェーバーで剃ります。長さも整えていきます。眉毛は明るめの色味で蛍光を太眉に描きます。アイブロウジェルで全体を描き、アイライナーで一本一本描き足します。明るめのマスカラで眉毛の色味をなくして、地毛の色より明るいマスカラで眉毛を染めていきます。黒目の真ん中のまつ毛のみをビューラーで上げます。茶色のアイライナーで目尻を垂れ目に描いていきます。涙袋を作っていきます。中央部分からパウダーで描き、両サイドはぼかします。ラメ感のない明るめのアイシャドウを涙袋に入れます。目頭にハイライトを入れます。これでメイクの完成です。洗い流さないウォータートリートメントとオイルトリートメントを髪全体に塗布して、ブローをし、しっかりストレートアイロンでストレートにしていきます。前髪部分にエクステを固定し、エクステをカットしていきます。ストレートアイロンで毛流れを作り、毛先を遊ばせます。マットなワックスを毛先のみに使用し、ヘアスタイルを作っていきます。シルエットは丸めに作っていきます。最後に少し赤みの出るリップクリームを塗り、完成です。重めのマッシュで可愛らしい印象に作りました。ブラウン系のカラーコンタクトを入れていただきました。いらっしゃいませ。今日もお疲れ様です。落としましたよ。眉毛をクレンジングでオフします。眉毛は先ほどより少し暗めの色味で描き、リリッサを出すために眉山を作りました。暗めの眉マスカラで眉を染めていきます。焦げ茶のアイシャドウを目尻に入れ、目の幅を広げて目の印象をシュッとさせます。まつ毛はホットビューラーで寝かせます。フェイスラインをシャープにするために、頬骨や顔の輪郭部分にシェーディングを入れます。髪はブローで前髪を立ち上げ、ストレートアイロンでしっかりストレートにします。ハードで少しツヤの出るワックスを全体に塗り込み、ヘアスタイルを作っていきます。
イドは抑えてトップにボリュームが出るようにセットしていきます。ヘアメイク完成です。前髪を上げてクールでシャープな印象に作りました。いらっしゃいませ。お味はいかがですか？ありがとうございました。またお会いしたいです。眉毛は少し濃いめの色で、眉尻は長めにアイブロウジェルで描きます。アイメイクは鼻なじみの良い赤目ブラウンのクリームアイシャドウを上下に塗り、ツヤを出します。ビューラーで全体のまつげを上げ、黒のマスカラでまつげを強調します。リップクリームを塗り、唇にツヤを出します。髪の毛は全体的にストレートアイロンでウェーブにし、前の両サイドに次よりも長いエクステをつけます。濡れ感の出るワックスで毛束を出しながらセットしていきます。目にかかる前髪がポイントです。ヘアメイク完成です。濡れ感のあるウェーブでセクシーに仕上げました。ハーフ系のグレーのカラーコンタクトを入れていただきました。いらっしゃいませ。本日のお客様に会うワインでございます。お疲れですね。今日は飲みましょう。はい、撮影終了しました。今回はイタリア食堂チャオさんの照井さんを3変化させてみました。普段ヘアメイクをされることはなかなかないと思うんですけれども、どうでしたか？いや、もう本当にこんなメイクで変わるんだなと思って、3変化も結構違うパターンだったじゃないですか。はい、であともう髪の毛のセットも丁寧にやっていただいて、すごい楽しかったです。よかったです。どうですか、やっぱり髪の毛が変わると気分も変わってきたりとかしますか？そうですね、まあ、なんか今日の変わりを見ると洋服だけじゃなくて髪型とかもやっぱり日によって変えていきたいなって思います。はい、はい、エヴァズヘアメイクアップでは、男性も髪型もすごく得意としておりますので、ぜひサロンにいらしていただけたらと思います。じゃあお店の紹介をどうぞお願いします。 ありがとうございます。はい、私たちイタリア食堂チャオはですね、イタリアン、リーズナブルなイタリアンのレストランでございまして、家族連れのファミリーのお客様やお一人様でも、どの客層のお客様でも、満足していただけるレストランになっております。自慢は、生パスタです。もちもちの食感が癖になるので、よろしければ、ぜひお店にご来店していただけたら嬉しいと思います。パスタ本当に美味しくて、私たちもすごくお世話になってるんですけども、ぜひいらしてください。バイト先や仕事先に自慢のイケメンだったりとか、あと3変化させたいなんて方がいる方は、ツイッターかインスタグラムの DM にご連絡いただければと思います。
今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。